皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒ですよ。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はなでした。花火、お腹となりました。このようにマスの中に1文字入れて2つの言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は小さいよでした。京、城となりました。京都伏見区の城南宮のおみくじでは大大吉があるほか、吉凶未だ分かれず、吉凶こもごもなどがあり、純粋な京はないのだそうですよ。他にも凶の比率が多い寺社などもあり、さまざまなおみくじがあるようですね。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。漫画、段下となりました。制限時間内に分かりましたか。それでは次に行きましょう。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はえでした。八重歯、胃液となりましたよ。八重歯とは上顎の前から3番目に生える犬歯が両隣の歯よりも外側に飛び出した位置に生えている状態のことですよ。ちなみに8月8日は矯正歯科専門開業医の団体が指定した歯並びの日なのだそうですが、この同じ日を八重歯の日ともされているそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。
終了です。答え合わせです。正解はもでした。おもり、煮物となりました。正解できましたか？6問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は子でした。床屋、聞こうとなりましたよ。7問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はかでした。仲間、機械となりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。8問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はこでした。しこな、ウコンとなりましたね。しこなとは相撲における力士の名前のことです。もともとは漢字の醜いという字でしこなと書いていたそうですが、この場合のしことは醜いという意味ではなく、たくましいという意味だったんだそうですよ。9問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はつでした。キツネ、ツツジとなりました。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はいでした。チーク、明治となりました。今回は何問正解できましたか？追加でおまけの問題です。
マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄をお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々なノートレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。